2018年7月スイスの旅。7月17日スイスアルプスアイガーの村グリンデルバルト4日目、登山電車でシーニゲプラッテ山頂へ。スイスアルプスアイガーのふもとグリンデルバルト、5連泊の宿サンスターアルパインホテルを出発。ドルフ通りをグリンデルバルト駅へ。グリンデルバルトはベルナー高原、ベルナーオーバーラントの観光の拠点です。ドイツ語ではグリンデルバルト、この地方の発音ではグリンデルワルト。人口約4000人、標高は1034メートル。夏はハイキング、トレッキング目的の観光客、冬はスキー客で賑わいます。アイガーの麓に位置し、氷河や雄大なアルプスの花畑を展望できます。村内には数多くのホテルやレストラン。グリンデルバルト駅前には日本人スタッフが常駐する日本語観光案内所。1890年にグリンデルバルトまで鉄道が開通し、観光客が押し寄せるようになりました。1972年以来、日本アルプスの観光地、旧安住村と姉妹都市。松本市に九州合併後、松本市が姉妹都市を引き継ぎました。スキーワールドカップのラウアーホルンと直言。駅前シルバー近くのアイガープラスショッピングモールです。1893年にはラック式鉄道がクライネシャイデックまで開通しました。1912年にはイングラフヨフホまで延伸、多くの観光客が山々を巡るようになりました。駅前広場とバス停です。あんた誰？何かよ。駅のプラットホームから名峰アイガー。グリンデルバルト駅です。左側にインターラーケン行きベルナーオーバーラント鉄道、右側にクライネシャイデック行きベンエンアルプ鉄道。9時48分ベルナーオーバーラント鉄道でビルダースビルへ。9時51分、車窓からアイガーを追います。
10時18分 BOB ビルダースビル駅着。10時40分 C 逃げプラッテ鉄道に乗り換えです。標高差約1380メートル、路線距離約7キロを50分で結んでいます。ノスタルジックな小さな列車、平均時速8キロでゆっくりと登っていきます。シーニゲプラッテの山裾、鹿に遭遇しました。2018年には開通125周年となりました。ユングフラウ鉄道グループの路線の一つです。路線約7キロ、最大勾配250パーミルのラック式鉄道です。登山電車は高度を上げてトゥーン湖が見えました。車窓からはアルプスの山々やインターラーケン、トゥーン湖、プリエンツ湖の眺望が楽しめます。ベルナーアルプスのゲートタウン、インターラーケンです。森林限界を超えました。シーニゲプラッテ駅、標高1967メートル。ベルナーアルプス山脈の絶景です。金城陛下が皇太子の折2014年6月にご覧になった風景です。ベーターホルン、メッテンベルク、シューレックホルン、アイガー、アイガー、メイヒ、ユングフラウ、メンリヘン、メンリヘン2343メートル。ユングフラウ4158メートル。ユングフラウヨッホとスフィンクス展望台、ホテルシーニゲプラッテに向かっています。ベルナーアルプスの絶景です。谷合にラウターブルンネン、007のシュートホルン、展望台ビッツグロリア、メンリヘンとユングフラウ三山、ホテルシーニゲプラッテです。100年以上の歴史と伝統を誇るホテルです。ホテルの営業は登山電車が運行中の5月から10月、夏季限定です。周辺には高山植物園や
一周約2時間ほどのハイキングコースがあります。左右にアイガー、メイヒ、イングフラウの雄大な眺めを楽しめます。アルプス絶景に出会う一番近い展望テラスへは約30分。アイガー、メイヒ、ユングフラウ、ジュッケン、トゥーンコ、インターラーケン、プリエンツコ、ベルナーアルプスの絶景です。さらにオーバーベルクホルへ向かい、山頂テラスへ2時間の周遊コースです。山頂へ続く階段はスリリングで、テラスでは360度パラノラ展望が待っています。さらに健脚のあなたには15キロ5時間、アイガーウルトラトレイル、ファウルホルンへ。その美しさからスイスの真珠と呼ばれるバッハ湖、そしてフィリストへ。シーゲンプラットへ6キロ、残り9キロ、コース最大の難所ベルクヒュッテ近く、ベルクヒュッテメンドレーネン。シェーニゲンプラットより10キロ、821メートル上り、残り5キロ、ファールホルン山頂ホテルです。シェーニゲンプラットより12キロ、残り3キロ、アルプスの真珠バッハ湖、バッハアルプ勢です。シェーニゲンプラットより15キロ、590メートル下って、フィリストのクリフウォーク。シェーニゲンプラット高山植物園です。神戸市の六甲高山植物園と姉妹提携。散策路を歩きながら、約600種の高山植物の花を鑑賞できます。白山千鳥、マツムシソウ、ヤグルマギクでしょうか。林道家のゲンティアナルティア、13時11分、小雨がぱらつくあいにくの天気、ハイキングは中止、帰途に。
23時48分、登山電車で北道を戻ります。インターラーケンとプリエンツ湖、インターラーケンは湖の間という意味、プリエンツ湖とトゥーン湖の間にあります。13時56分、後続の3両編成、繁忙時は2編成が前後して走るようです。トゥーン湖とインターラーケン、14時40分 BOB 鉄道ラウタブルネンに行き、また大失敗です。1列車2編成をすっかり失念。後部5車両りはフリンデルバルト行きでした。乗らずに30分待ち、しばしあぜん、シーニゲンプラッテ鉄道を眺める。15時10分 BOB 鉄道後部5両のフリンデルバルト行きに乗車、北道を戻ります。15時41分、駅前広場とバス停、そして名峰アイガー。北道を振り返ると、チュクゲンとメンリヘン。20時34分、自室テラスより暮れゆくアイガー。20時40分、10時46分、21時7分。続く。